赤エイは、トビエイ目赤エイ科に属するエイ。台湾幅60センチメートル。日本を含む東アジアの沿岸域に広く分布し、分布域では普通に見られる。食用にもなる一方、尾には、毒の棘がある。最大幅1.5メートルに達する。赤エイを含む多くのエイは、一般的に全長ではなくヒレの幅で、大きさを測る。他のエイに共通するように、体は、 上から押しつぶされたように平たく、座布団のような形をしている。左右の胸びれは、緩やかな曲線を描くが、風は尖っている。背面は、赤葛色肺褐色で、覆面は白いが、ヒレや尾など変円部が黄色から大色になる点で、筋炎種と、区別できる。背面に目があり、噴水口が、目の後方に近接して開く。覆面には尾口、口、交体のエラ列。 相配質空がある。体表はほとんど滑らかだが、背中の正中線付近には小さな棘が並び、尾に続く。尾は細長くしなやかな無知状で、背面に短い棘が列をなして並ぶ。さらに中ほどには数マイナス10センチメートルほどの長い棘が1から2本、近接して並び、尾、無知のように払って、刺そうとする。この長い棘には、毒線があり、 刺されると激痛に襲われる。数週間も痛みが続いたり、アレルギー体質の人は、アナフィラキシーショックにより死亡することもある。トゲには、挙手状の、返しもあり、一度刺さると抜きがたい。刺されたら、まず毒を絞り、患部を水、または湯で洗い流した後、早急に病院で治療を受ける必要がある。なお、生体が死んでも毒は消えない。 返しのある赤い脳のトゲ。クロコダイルハンターとして、著名なスティーブ・アーウィンは、番組の収録中にトゲに刺され死亡した。北海道南部から東南アジアまで、東アジア沿岸域に広く分布する。学名の種名アコヘは、和名に由来している。また、フィジーやツバルでも記録がある。浅い海のサデーテ底に生息し、分布域では目にする機会が多い。 加工などの汽水域に侵入することもある。普段は砂底に浅く潜り、目と噴水口、おだけを砂の上に出す。泳ぐときは左右の胸びれを波打たせ、海底近くを羽ばたくように泳ぐ。食性は肉食性で、貝類、糖足類、多毛類、甲殻類、魚類など低成生物を幅広く捕食する。アサリなどの魚場では、食害が問題となることもある。 繁殖形態は多くの軟骨魚類に見られる卵体制で、メスは交尾後に体内で卵を孵化させる。春から夏にかけて、旋回で出産される後から10匹の稚魚は体長10センチメートルほどで、背面も覆面も一様に泡褐色だが、体型は親と同じである。弱った個体が浜に打ち上げられたり、浅い海で知らずに海水浴で踏んでしまった時には、 毒針を受ける危険がある。しかし、触ったりしない限りは人を刺すことはない。天敵は、サメ類で、特に種目ザメ類によく狙われる。毒針も、種目ザメには通用しないようで、T 字状の頭で押さえつけられ、殴打されて食べられてしまう。エイ、アカエ、エブタ、アカマンタ、アカヨ、ホンエイなど、低地毛や、底引き毛などの沿岸漁業で漁獲される。 漁業価値は高くないが、イ類としては多く漁獲され、利用頻度も高い。刺身、湯引き、煮付け、煮こごりなどで食用になる。ヒレの軟骨を干物にしたり、魚肉練り製品の原料にも使われる。身は脂肪が少なく繊維質が強く、イの中で最も微味と言われる。生の身はピンク色だが、湯引きすると白色になる。肉質はしっかりしていて悪くないが、 軟骨魚類の例に漏れず漁獲後に時間が経つとアンモニア臭が発生する。日本では酢味噌や生姜、酒などを用いて臭みを消す料理が一般的である。沿岸性の大型魚であることから水族館などでもよく飼育される。毒針を切り取って槍先に用いたり割って毒素を取り出し野毒としても使われた。赤いの送配しつくは 人の女性の陰部に似るといい、形成魚の別名があり、飯島花月の演児室には、赤江一名形成魚といい、形成魚の抱え心いかに春の海、と言える、俳句ありとある。形成とは元来美女、または遊女の意であるが、城を傾ける魚ということからの地に、赤江は巨大なものであると信じられ、赤江の形などという説話が信じられた。ありがとうございます。